はい、皆さんこんにちは。マシコモリモリラジオ第2回目の配信ということでやっていこうかなと思うんですが、まあ、今日ですね、収録日8月の3日になるんですけど、まだね、1回目の配信はちょっとですね、終わってなくて、その前にもう収録が始まってるって段階で、まあ、どういった感じの、なんでしょうね、この反響なのかって分からずじまいのところで、今、2回目収録してるというところで、まず社長にちょっと聞きたいんですけど、はい、8月に入ってから非常にこう気温が異常なぐらいに暑くなって、どうですかってとこ聞きたいんですよ。めちゃめちゃ暑いじゃないですか。35度以上っていうのと、あとは、テレビとかラジオなんかでも外出禁止令ってね、事件の方じゃなくて温度の方で、そういう、まあ、なかなか聞かないですよね。そうですね。で、初めてうちあたりも昨日は幾日だ、8月の2日ですね、はい、は作業、午後はお休みっていうことをしました、まあ、なかなか聞かないですよね。なかなかってね、今のところ苗の方のつるを取ったり葉をかいたり下さ土を入れたりする一連の流れの作業がお盆前までに終わりにしたいってね、一旦あの苗の方の管理をしたいっていう、あ、うん、心の中では思ってるんですけど、なかなかね、こう暑くてね、なかなか進まないですよ ね。あとお墓の方の掃除をお盆前に、うん、やりたいなーって、同粉って言うんですか、同粉で笑っちゃうんですか。そうですね、洗剤ってママレモンを入れて綺麗にね、なんかすごい、新品になります。なんかイメージとしてはこう雑巾とかで拭くようなこう、そうそうそう、イメージ で、で家内の方が、草取りはもう終わってるんで、してもほとんど石でこう父親が亡くなった時に墓を作り直したんで、草は周りしか履かないんですけど、どうしてもそうするとやっぱり汚れの方が目立つんで、それをやるのが私の年間行事の一つのところですね。そういうとこですね。まあ、お盆もなんだかんだね、もう来週さ、そうなんですよね。もうすぐなんで、やっぱ、11日がほらお休みの日が入っている、ありますもんね。なんかカレンダー見ると11日赤くなってるんでね、お休みみたいですよ、ね、私が若い頃はそういう11日は普通の日だったんですけど、いつの間にか国の方の政策で山の日かな、海の日に、ね、皆さんにもぜひね、山というか田舎に来ていただければなと。田舎ですね。まあ、栃木県では有名なのは日光とか那須ですね。あと益子町の山の方もいいですね。はい、はい、ではでね、とりあえず8月に入ったっていうその話題はまあこのぐらいにして、今日は2回目ということ で初のねゲストをちょっとお呼びしてます、で正直ちょっとゲストをさんのことを僕こう一緒に今もう真向かいにいるんですけど、正直めちゃめちゃこのラジオ配信やりづらいです。そう、一番多分いろんなゲストさんが今後来るであろう中でも、一番多分僕が今緊張してる感じですんで、まあ ね、まあなかなかこのラジオ配信だからこそ来てくれたゲストなのかなと僕は思ってますので、まあ今日いろいろ聞いていこうかなと思います。まあ社長の方から、そうですね、まあゲストのプロフィールの前にまずこのラジオっていうのはやっぱり顔が見えないし話しやすい、どういう服装をしてるかなんてのもわからないんで、聞いてる人なんかは想像で喋る、想像を書き立てていただいてね、こんな感じなんじゃないかなと思って。それでは今回2回目でなかなかね、どういう人に来てもらうかわからなかったんですけど、頼んで、まだほらそんなにどういう風になるかわからないやつ頼んで、来てもらったっていうより、私の家内がすごいですよね。頼んだらね、僕からすると僕の母親ですからね、なんで母親の前でラジオ配信するってめちゃめちゃ緊張する。そうですね。私、まあ家内はカツコっていう名前なんですけど、カズコですね。申し訳ないですね。年齢は女性ですから、まあ置いといて、まあ結婚して、34年。うん、すごいです。今ですね、社長がですね、多分
結婚のその歴をですねちょっと忘れてたみたいで必死に、ね、母が手でやってましたよ、ね。で、なかなかね、見えないところです。二人の子供を授かって、まあ、なんていうんですか、ここ益子町を、生まれは東京なんですけど益子町の方に住んでて、益子町の方で出会って、まあ結ばれたっていうようなとこか。まあすごくこう紹介めちゃめちゃ僕どこかで止めようと思ったんですけど紹介が長くてゲストさん全然今一言もまだ喋ってない状況なんで振っていただけませんか。そうゲストさんの、それではね、第一声を聞いてください。よろしくお願いします。こんばんは。はい、こんばんはということで、ありがとうございます。緊張してるかもしれない。そうですね、あのさっきまでね、一緒に夕食を食べてたんですけど、まさかの一言目がこんばんはでね、いやちょっと僕らもちょっとこんにちはって、私らはこんにちは、まあ、こんにちはって言ったんですけどね、まあ一応時間帯がね、今日ね、今収録日が8時、そう、時間帯8時、夜の8時ね、そう、夜の8時なんで、まあこんばんはなんです。こんばんはであるんですよ。僕がこんにちはって最初言っちゃったので。そう。早速なんで、まあいろいろ絡めてお話ししていきたいので、はいはい、まあ社長の方からいろいろとちょっと。そうですね。はい、どうしても、新規就農とかね、農業を志してるとかたくさんいると思うんですけど、農家に嫁いで、来た嫁っていうことで、私今はもともとここに住んでたんで、そういう、私の父親とか母親、あとかね、早く質問していただきたい。ね、ずっと社長がそのまま話してると全然入れないじゃないですか。そうです質問してくださいです。農家にどうしたんですか。緊張してるんですか今日。緊張しますよ。全然話振らないんですよ。じゃあそれでは農家の方に、サラリーマンのうちから嫁いで第一印象違い、今までのその一連の流れの中で大変だったっていうことと、まあ大変だった、まあ自分の思いを言ってください。どうぞ。そう、お願いします。自分の思いなんか言いづらいかもしれないですけど、まあお願いします。大変です。大変です。そうです、そうですよね。大変ですよね。いや大変だ。とにかく大変です。180度生活感が変わっちゃったし、とにかく全てが全部びっくりすることばっかりです。例えばなんですけど、これ僕からいつか申してしまって、どういうとこが大変でした。どういうところが、はい、もともと私は勤めている状態でっていうか、うちの実子の親もどっちもサラリーマンで、サラリーマンの家庭で育って、はいはい、サラリーマンの家庭っていうのは大体、まあ、土曜日出勤の時もありますけども、大体土日がお休み、まあまあでね、土日がお休みっていう時は自由な時間ですよね、まあ、もちろん仕事が、まあ、休み、鑑定休みですからね。ですけど、嫁いだ時も勤めてたんですけども、はい、なので勤めてて土日になりますよね。まあもちろんもちろん、そうです。土日になった時でも片方は仕事してるんですよ。ああ、まあ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 、まあ、なのでそうですね、365日仕事ありますからね、割といろいろ。まあ今ぐらいのなんていうの、年になると、はい、それも理解できるようになったので、もちろんもちろん、当然半日とか、はいはい、丸々一日とか休んだり、はい、まあちょっと手伝ったりもしても、それはもうあくまでも手伝いっていう枠の中でやってて、自分の時間として休んでるわけですけども、やっぱり嫁いたばっかりの時っていうのは、はい、今と違って舅たちと一緒に生活してるじゃないですか、同じ屋根の下で。あ、まあ僕、まあ、これ僕のところは今自分の両親と、まあ、出て別棟で、まあ、家建てて今住んでるんですけど、まあ、私の母、まあ、今回のゲストの母の場合はやはりこう一緒の、ね、屋根の下です。暮らすっていうスタイルというか、まあ、昔ならではっていう感じですか、だったんですよね。なのでどうしても会っちゃうんですよね。外でも中でも。で、片方は、なんて言うんだろう、そういうスタイルでずっと生きてきた方だから、はい、日曜日がどうのとか土曜日がどうのっていうスタンスじゃないんですよ。あ、はいはい、それに勤めたことがないから、はい、その、なんて言うんだろう、その勤め人と の、 そのリズムっていうのがわからない、はい、なんでこう土日だから完全休んでるんだみたいな、なんでここまで、はいはい、なんで
寝てんだとか、あ、まあそうだ、土日とかねゆっくり休みたいとか寝たい時も、まあ寝てるんだっても当然そんな、はい、9時10時ぐらいまで寝てるわけじゃないんですけど、普通には起きてるんですけど、うん、もっとなんていうの、早く起きてるわけですよね、脳科っていうのは。すでにそういう、時間軸の中で流れてるんで、それは仕方ないんですけども、はいはい、でそれがまず慣れなかったっていうの。え、だって私は月曜日から金曜日または土曜日まで仕事してるじゃないと、ちゃんと、まあまあ、仕事を従事してて、当然ほらお嫁さんだから家庭のことも やってるじゃないですかと、はいはい、掃除も、うん、洗濯も、うん、料理も、うんうん、だけど向こうにしてみたら足らないってことなんですよね、うん、でもそれは時間軸が違うし生活のリズムも違うので、それは理解できるんだけども、はい、なんていうの、あと私たちの世代ぐらいですかね、上下関係が厳しかった、昔で言えばスポコンドラマと同じですよ、部活動と同じですよ、上は上下は下だから、私はもうよそ、ね、そういうのはよそから来たから、若い人は全然わからない、うん、分からないけど、私と同じ感じの人もいるじゃないですか。いや、もちろん聞いてる人いると思いますよ、うん、もちろん、うん、で、なんていうの、すごく、まあね、向こうにしてみたんじゃ普通のことを言ってるのに対して私の受け取り方としては非常にきつかった。じゃあそんな仕事なんかやめて農家に一緒に入ればいいじゃないっていうスタンス、向こうは。でも農家っていうのは私にとっては未知の世界なんで、で私の考えとしたんでは、なんていうの、はい、自分の得意分野でお金を稼いだ方が効率がいいんじゃないかっていう考え方なんですね。で別に農家に入って一緒に旦那さんとやるのもそれは立派なことだと思いますよ、まあ、もちろんそうですね、うん、とってもいいことだと思いますよ、はいはい、でもなんていうの、まあ、いろんな人の考え方があるんで、私の考え方が全部正しいとは言い切れませんけど、はい、まあそれはそうですね、同じ24時間であるんであれば、はい、私は農家としてはゼロ、経験ゼロ、未知数なわけですよね。だから結局は1から10まで教えながらやっていかないと、結局は戦力になっていかない。だけど私は突然前からもう会社員だったので、その会社員としてのキャリアはあるわけで、そのキャリアを伸ばすその仕事を持っている今、うんうん、っていうことはそのキャリアを伸ばしながら生活のスタンスとやっていった方が、24時間しかなく、それも人生一度っきりっていうんであれば、稼げるときに稼ぎたい。あ、はいはい、そうすれば日本でお金が取れるわけじゃないですか、うんうんうん、そういうふうな考え方なんですね、うんうんうん、だからお父さんが今うなずいてますけど、そうっすね、お父さん社長がすごくね、今理解が静かにうなずいてるだけでラジオとしては機能してない状況なんですよ今僕がずっと聞いてるんですけど、そうですね、なんか全く相槌も何も打ってないんですけど、ポカンとしてるんですよねだからなんていうの、ね、それはね間違ってるよって、多分もっと私たちよりも上の世代とかないし、うん、私と同じぐらいの世代の人がこれを聞いてて、いやそれは違うよと、間違ってるよと、うん、旦那さんが農家なの分かってて嫁いでるんだったらそれはおかしいでしょって、そういうふうに思われる方もいると思う。でも逆に私と同じスタンスの考え方の人も逆にいると思う、うんうんうん、だからなんていうの、私からしてみれば義理のお父さんとお母さんはずっと農家で生活をしていたわけだから、うんうんうん、だから異素材なんですね私は、うん、とにかく、まあ答えはこういうことなんですよ、まあ、めちゃくちゃですね、めちゃくちゃ食べたいんですけど、いっぱい話してくれて僕もちょっと後と思うんですけど答えは結婚する条件にサラリーマンをやり続けてて農業はやらないっていう意思を通してただけで、答えはそこですからそう、まとめるとですか、まとめると申し訳ないんですけどね。じゃあ次の質問なんですけど、どうしても町場の方からこの嫁いできて、ここ私のとこは田舎で
に自治会っていうのがあったんで、そういう風な行事とかそういう風な感じはどうでした？お友達なんかもいなかった。どうでした？なんかすごい僕これね今こう聞いてて思うんですけど、なんか他人行儀のような なんか緊張してもうちょっともうちょっとちゃんとした方がいいですね。緊張してんじゃん。そんなにどうですかってなんか大丈夫ですか？そうですね。いやこれね。知り合いが、どこ知り合いって家内が横にいるんでね、いやいやこの企画もね、まあ、どうなるもんやら私も疑問、まあ、質問の内容は、やっぱり結婚して嫁いで、その地区に土着するっていうことで34年も土着してたんですけど、来た当初は全然、生活パターンやその周りに住んでる方なんかも違うんで、どのようにして、まあ溶け込んだっていうか、ここに馴染むかどうかは本人で、だから本音は分かんないんですけど、最終的にその答えも言っちゃってるじゃないですか。うん、だからどうなんですか。ああ、だからそれ聞くですね。そう、どうなんですか。どうですか。そう、まあ簡潔にじゃあそこら辺は馴染めたかしめない。短めに。たくさん喋ってくださいって言うから一生懸命喋ってくださいや。いや自由ですけどね、はい、ラジオなんでね。そうラジオですから。はい。え、短めに。別に何ていうの、無理をせず、このままの状態なんでこれで受け入れてもらえなければそれはそれでいいかなと。あ結論そうですね。まあ、それが一番ですけど、ね。努力はせず。まあまあそうですね。努力違う。やっぱり周りに住んでる人がいるんだから挨拶をしたり、もちろんそれは町場でも同じですよ。挨拶は当然するんですよ。まあそうですね。田舎だからそうですね。挨拶を無視するとかそれなんか良くないですよ。それ良くないと思いますよ。もちろんなんていうの、全然なんていうの、私だけがよそ者で後の人はみんなここの人だから気を使わずって言っても、当然気は使ってますし、当然でもなんていうの、馴染むような努力っていうのはしませんでした。あ、別にね、このままで、まあ、このままの状態が私なので、それが疲れないよね。そう、それはそうです。違う なんか何なんですか、さっきから単純容疑な感じは。だけどやっぱりそうは言ってもやっぱり多少はね、なんていうの、こう言いたいんだけどこれは我慢しちゃおうかなとか、そういうのはもちろん、まあ、多少気を使うというか、まあまあありますね。それはそう、誰だってそうでしょ、まあまあ、どんなコミュニティに行ってもそういうのは必要だと思いますよ。それは、まあ、あと子供を育てるのも地区で育てるっていうんですか、地域でっていうのと、あと小幼稚園、小学校、中学校なんかでまあ育ててきたっていうことで、何か面白いエピソードなんかがあったらばな、2点3点どうぞ。いや別に、なぜ特別なことは別にないですけど、だけどほら、なんて言うんだろう、コミュニティが小さい分、だから都会よりもコミュニティが小さい分、まとまりも凝縮してるし、なんていうの、こう見渡せば、あ、みんな顔を覚えちゃうっていう風な、なので、子供のやっぱりどこの地区もそうだと思うんですけど、今子育て最中の人もそうだと思うんですけど、学校、幼稚園に上がる、学校に上がる、そうすると役員をやらなきゃいけない。でも都会だと大きいから、だから、くじ引いてもね、当たんない。一生やらない人もいる。でもここはコミュニティが小さいので何かしらやらなくちゃならない。でそういうとこで最初はなんていうの、委員長とかそういうところに当たってしまった時も何度かあるんですけど、くじ引きとかじゃんけんぽいとかでみんなやりたくないから、じゃんけんとかでもう選ぶんですね。そうですね、そこら辺はちょっと裏話ですね。そうですね、じゃんけんとか阿弥陀くじとか、平等だね、平等。そうそう、だけどそういう時に限って大当たりしちゃって、宝くじなんか当たればいいんですけど、そういう時に限って大当たりしちゃって、委員長とか何回かやらさせていただきましたけど、最初はああ嫌だなって思ったんですけど、でもそのせいでってわけじゃないんですけど、学校の先生ってもう
何回も打ち合わせに行ったり、あの役員会議を開かなきゃいけない。なのでここはまあ他の省が、小中もそうですね、中もやりましたから、で、あのなんてコミュニティが密になるとやっぱりあのね、あの話す機会もおのずと増えるじゃないですか。じゃ勉強になったんですか。勉強になりましたね。あの何つの？何なんですか。勉強になったんですかって感じ。いや、なるほど。何なんですか。逆に何なんですか。勉強になりましたよ。あ、そうですか。うん、あの今時だからパソコンですけど、はい、あの当時はパソコンじゃなくてワープロだったんですね。あ、でやっぱり時代ですね。そうですね。でそういうのを私は興味があったんで、いち早く自分で買ってやってたんですね。で、今までのっていうか、ちょうど切り替え時期だったんで、あ、これにゃーっつったらうちの猫なんで、3匹ほどうちで猫飼ってるもんで、野良なんですけどね。ちょうどね、そうそう、ちょうどラジオしてる後ろにね、今日猫ちゃんも一緒に来てくれて、名前がね、エルザっていう。逆に多分あの今聞いてる人からするとなんで猫の名前がエルザなのかってところの気になるんじゃないかなって思いますけど、それは私の方からせっかくなんで、きっと疑問に思ってるタイム、野生のエルザと同じでうちにまぐれ込んできて、うちで子供を出産して、その子供もいるんです。2人5匹だか、あ、生まれたんですけど、2匹はあの嫁に行ったんですけど、お、あ、3匹は嫁に行って、はい、2匹が残ってんで、え、親と今は子供が、あ、2匹いるんで、全部で3匹ですね。まあそれ猫の話なんですけど、じゃあ本題どうぞ。あの勉強になりました。あのその ワープロをやってたおかげで、あのやっぱりそういうの今までなんていうの、学校の先生にみんな役員の人は任せてて、はい、じゃあこんな感じで、でいいですかって言われて、学校の先生が書いたんだけど、はい、でも代表としては私の名前がつくわけですよ。で、あのその当時の学校の先生っていうのはなんていうの、あの今は違うと思うんですけど、あの保護者のことを、まあみんなそうではないと思うんですけど、下に見てた。あ、そんな感じですか。できないであろう。あ、はい、だけどそういう、あの先生はね、性格が悪いね。そういう、そういうこと言うと、まあ、大丈夫です、大丈夫です、分かってるから。まあ、何十年前のことなんで、別に自己でしょ。そうそうそう。で、あのそういうの、そういうのが垣間見えたんで、私はそういうのが嫌なんで、いや私がやりますって、私がやりますってやって、個人的には性格だと思うね。で提示したらびっくりしたんですよ。でその時からなんて言うんだろう、その先生との雰囲気が全然変わったんですね。で向こうの見方が変わったし、あのこちらもコミュニケーションが取りやすくなった、はい、やっぱりなんていうの、まあごぶっこっていうか平等にはならないですけども、ある程度スタンスとしては平等でいたいじゃないですか、同じ大人なんで。なのであのなんていうの、向こうにしてみればカルチャーショックだったみたいで、でいい意味で、でいい意味で、いい意味でってことですね。でそれになんていうの、あの、あ、こういうところでこういうふうなあのことができるんだ、これやっててよかったんだって、なんていうの、あの勉強が形になったみたいな。私も嬉しかったっていうか楽しかったっていうか、これで自分で作ってって先生に見せて、これで構成いいですかって言って、あこれでいいですよって、じゃあこれ清書して、じゃあ何日までに持ってきますねって、で印刷かけてくださいねって、そこまでやったんで、あのとっても自分的には勉強になったし、なんて言うんだろう、最初は嫌だなと思ったんだけど、卒業する頃にはなんていうの、惜しいなっていうか、まだ痛いなっていうか、ああそうですか、で、いろいろんなほら、学校行事とかでもやっぱり、呼ばれていきますので、あのそれもなんていうの、楽しかった。マイクとか握らせてもらって挨拶もしましたし、そういうのも楽しかった。学校の話はこの辺です。いやいやいや、抽象的なやつだ。そうですね、もしあの学校の話だいぶ僕も聞いてたんですけど、多分聞いてる方、学校の話よりももっともっと上手く革新的な質問あるんですよ、そうそうそう、考えてきたんですよね。そうそう、何でしょう。いや別にそんな革新的なやつはないんですけど、農家を外から見て、まあこれは私の妻なんですけど、私の妻は農業を全然って、経理の方だけやってるんで、労働の方は全く、あと直売の方のその
お客接待とかお客さん相手もしてないんで、まあ、うちも時代とともにだんだん変わってきたっていうのなんですけど、生のその客観的なうちの流れとかこの時代、この YouTube とかラジオを始めるっていうふうなことを私とせがれが言ってきたんですけど、それに関する自分的な思いなんかを何点か言ってもらえれば嬉しいですね。とってもいいと思いますよ。あの着眼点はとってもいいと思うし、今の時代の流れに沿ってると思います。はい、それは本当にあの画期的、あのなんていうの、インターネットを使った利用したっていうのは良かったなと思います。でもホームページはもう時代遅れなんじゃないのかなと思います。まあ、確かに僕もそれはちょっとここまで発信ができてるんであれば、うん、ホームページは削除してもいいのかなって思います。まあ、確かにちょっとこれはまあ、まあ、せっかくこういう話が出たんでちょっと僕もここで話しておくんですけど、今の若い人ってホームページ見ないんですよ、ほとんど。そうでしょうね。商品を検索するときってツイッターとか YouTube でその商品レビューをしてる人の商品見るんですよ。 でそれで買っちゃうんで、自社のホームページってほとんどもう見なくなってるんで。ですよね。うん、ここは多分そうなんですよ。この SNS の媒体を使う、それをホームページ代わりにするぐらいの勢いで使っていかないと、まずいのかなとは確かに思います。うん、だからお金をかけて、あのホームページを、あの表記しとくのはどうなのかなと。まあ、そうですね。確かに。だ時代の流れとともに、そういうのも削除するべきところは削除して、っていうところだと思うんですが。新規収納なんかの人も、そうですね、もうこういうののやつが、まあ、経験してた生の声ってとこかな。次にはなんかないですか？うん、そうですね。やっぱり、でも人を使ってるからあのなかなかね思うようにはいかない部分もあると思うんですけど、もっとなんていうの、あの企業的にシフトしていった方がいいんじゃないのかなって思いますところはありますね。そうは言ってもなかなかね難しいんです、まあ、でもほら私らは普通に企業人として勤めてるので全然何も難しいと思わないんですけども、やっぱりそうじゃない人だと、うん、あの難しいのかなっていうところはありますね。だから朝ミーティングをしてるかどうかは知りませんけど、なかなかミーティングまではいかないんですけど、朝ミーティングして例えばあのなんて言うんだろう、あのいちごの最盛期の時なんかは、うん、例えばあのこのお客様とこのお客様のこのお客様はあのもうこのハウス一棟をお借りしてるんでとか、うん、あのこういう人が何時に来ますんでとか、うんうん、で私たちがわからない時には社長を呼ぶようにしてくださいとか、うんうん、あのそういう朝のミーティング、ほんの10分ぐらいのミーティングは必要かなと思いますね。あの、うんなんていうの、あの従業員同士のコミュニケーションが不足してるとお客様に迷惑をかけてしまうので、まあ、もちろんありますね、それはね、はい、それは今年からぜひやらさせていただきます。ここで持ち越さないでここで決断します。いや どうしたんですか、急に急にやらせていただきます。いやそのミーティングは今年からやらさせていただきます。決断したんだってここで何言ってんのよ。何かしこまってるのかな。あのもうちょっとフランクに。まあそうですね、まあ、もう34年経っちゃったんだから、あと若い地より一つぐらい益子っていうこの益子町のいいところを言ったりしてもらいたいんですけど、どうですか？益子町のいいところ、益子町のいいところは純朴なところ。純朴なところ、これ森ですか？純朴っていうのはそれは森っていうんじゃなくて人が純朴、全部が全部ではないけどね。これをなんかその膨らみを持たせる部分がちょっとまた怖いですけど、これを聞いてる人はきっとね、益子町の人はあのなんちんですか、純朴っていうのはどういう意味だろう、派手じゃないってこと。純朴っていうのはなんていうの、素直っていうかなんていうの、まあよく取ればな、感情そのまま出しちゃうっていうか。まあ益子町の方にはあのマックもないしスタバもないから、
そういう面では純朴かもしれないな。まあ、あと若い農家っていうんですか、結婚これから農家で、お嫁さんをもらったり、新規収納なんかで一緒に農業していくといろんな面でぶつかったりすることもあると思うんですけど、そういう時に一人の人間としてっていうのと、一人の妻としてどういうふうにしてそういうふうなことを解決してきたっていうか、諦めちゃったか。まあそこ諦めちゃったかって、いや、なんかもう諦めること前提の話になっちゃう。アドバイスとかあるのがいいんじゃないですか。そうですね。まあ何点かこういう機会、あとのこれご主、まあどうぞ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。まあ2回目の収録だもんで、なかなかうまい進行私がすればいいんですけど、なかなかできないんですけど、ね、いやとにかくコミュニケーションを取るってことですね。喧嘩しててもよく喧嘩して、私の友達の話もあるんですけど、はいはい、喧嘩すると口を聞かない、お互いに口を聞かないっていう、それでやっていくみたいな。それ辛いですね。辛いですね。でどちらかが折れて、だからまたまとまってって、そうじゃなくて、私の場合はそういうの嫌いなんです、はい、黙ってっていうの、個人的に、ね、個人的に、まあ、もちろんその今は個人的なその話を聞いてるわけです。個人的に、そうそう、いいのに。なのでもコミュニケーションをわざともっと取ります。それも辛いですよ。辛いですよね。喧嘩売ってるんですもんね。そうですね。それも辛い。だけどコミュニケーションやっぱり人間だから取らないと、まあ、やっぱり溝ができちゃうんで、結局赤の他人なんで、夫婦なんて。まあもちろんそうですね。そうですね。なので、まあ、でもよくお父さん、まあたまたまっていうか、そう、お父さんはよく話を聞いてくれるタイプなので、あ、そうなんですか。うん、なので結構いいのかなと。あ、よかったです、うん、そう、そういうとこはラブラブってとこ。ラブラブかどうか。そうですね。ねえ、まあ新規就農の方には、夫婦になった場合は会話っていうのと話し合いっていうのは、喧嘩しててもするっていうことがいい。あと子育てしてる、まあうちの息子もお嫁さんが今子育てして、まだ子供がね1歳2歳とか小さい、ね、はい、小さい状況だとやっぱり離れられない子供と、まあ、うん、でやっぱり自分はの農業で同じ時間軸で流れて仕事はしてないんだけども、やっぱり夫婦となる一つのコミュニティなんで、はい、やっぱりなんていうの、子供を少し何時間か預かって、なんていうの、息抜きをさせてあげる。それは昔なんですけど、お父さんはしてくれました。あ、すごいっす。まるまる一日見てくれるから、好きなところ行ってこいよと、そういう時が何度かあったんで、私は助かりました。何度か参考にします。で、そうですね、なんていうの、しょうがないって言えばしょうがないんですけど、昔の親はそういうことはしないんですよ。だから任せられないし、気軽にお願いできない。だからやっぱり頼るところはやっぱり実家と、自分の実家とやっぱりご主人しかいないわけ。それをご主人が拒んでしまうと、はい、拒んでしまう。今僕がなんか拒んでるような感じ。拒んでしまうとやっぱり辛いですよね。同じ人間だから、まあ、もちろん。いや俺は仕事をしてるからって、そりゃそうなんで。でも俺は仕事をしてるからって言っちゃえばもう話終わっちゃうわけですよ。子育ても仕事ですから。そうですよね。そうです、はい、だからそれはやっぱり、あとなんていうの、新規就農してここを一生懸命やれば、ここ一生懸命やればなんていうの、稼げるんだって思っても、やっぱり土日のどっちかは休みにしないと、少なくても半日でも。そうですね。そんで、奥さんと子供と一緒にいる時間を過ごす。で、子供はいつまでもそんなちっちゃくないですから、まあ、もちろん。その時間が大事な時間なんです。だからそれは必ず、ここ、俺、今日はここやりたいんだよなって思っても、時間が取れなければ半日でも、はい、そういう時間をもう、まあ、土日と限らず、まあね、農家は土日関係ありませんから、土日と限らず奥さんと子供に対してやっぱりそういう敬意は必要だと思いますんで、子供の小さい時ってのは
この時間しかないですから、でこの時間一番大事です。三つ子の魂100までもですから。はい、なんか最後僕が説教されてなんか、まあ、一つね、まあ、こうなるのは大体分かってたような気は感じはしますね、はい、で最後僕らちょっとシュンとするっていう、ね、私とせがれの方はよく YouTube なんかで出てたんですけど、金井が声出しでも映像は全く出てなかったんですけど、こういう声出しで出たんで、余計これを聞いてた方なんか、うちさよく訪ねてきてくれてるような方も、私の従業員なんかはよく一緒に会ったりしてるんですけど、金井と会うっていうのはなかなかないから。いや、なかなかっていうか絶対ないですよね。絶対ないです。そうそう、勤めてるんで、はいはいはい、だから反対にまあそういうふうな興味を余計持ったとき、持ったときは、もう一回ラジオの方を出てもらうっていうような、そのもっと深掘りしたいなんていうことがあれ、メッセージがあれば、もうちょい出てもいいです、あ、出てもらってもよろしいですか。待ってます。待ってますか。ありがとうございます。まあ、いい発表があればね、まあ、そうそう、もっと今回はなんかね、あの本当になんか、そうそう、なんか上辺だけだけど、まだ深い話ちょっといろいろ聞きたいことあると思うんで、ね、私個人的な話なんですけど、どこの農家さんのお嫁さんなんかも、農家っていうのは特殊っていうか、畑が違うところへ嫁いでくるから、で私たちの年代は親と同居っていうんですか、一つの部屋、の屋根で、部屋だけ違う、風呂も一緒、食事するのも一緒、まあ、っていうとこなんで、ストレスは多くかかると思ってたのは私も事実です。その中でまあ、うまくやってきたっていうのは、うちだけじゃなく、ほとんど私の先輩後輩なんかで、ここ最近は親と同居っていうのがなくなった、この各家族化のやり方っていうのが多くなってきたのは事実だと思うんで、そういうふうな、その新規就農の人には直接いいそのメッセージにはならないのも多いんですけど、ちょっと私らに近い年の方はこういう話、あ、うちもそうだった、うちもそうだったっていう、まあ、共感するところも、もう多いんで、だから日本全国そういう風な、その60代50代40代ぐらいが境かな、こういう同じ屋根の中で部屋だけとか、うちの別棟じゃなくてこうちょっと建てるなんていう部屋だけ、まあ、ね、別々で、そうですね、これも世の中の流れで、まあ、時代の流れかなと僕も思いますけど、面白い流れだもんで、まあ、昔話ではないんですけど、何か参考になればいい、まあ、まあそうですね、はい、はい、じゃあ一応ですね、今回ですね、まあ、ゲストの、まあ、私の母に来ていただいていろいろお話聞いてきたんですけど、まあ、今回こう8月一応今回の配信は14日お盆の時に期間中に一応配信になりまして、はい、ちょうどこのお盆期間中っていうのは、まあ、イチゴの話に戻すんですけど、炭素病とかね、病害虫なんかが非常に出やすくなる時期なので、その辺りのところ、そうですね、一番、炭素菌っていうのも菌は全て、なんですか、一度に増えてくるっていう、そのコロナと似てるんで、ちょうど8月のお盆の頃が、どうしても8月お盆過ぎ、9月の初めの頃までが爆発的に増えるっていうのは、湿度と温度、夜の温度ね、日中はどんなことしても乾いたり何かするんですけど、で風がなくてよどむっていう時にはもう完全に出やすいですから、殺菌剤とか、あとは風通しを良くしたり、あと栄養剤、そう、微量要素で、何がいいって、その
液肥はないんですけど、そうローテーションで、滝さんのやつなんかを上手に組み合わせて、まあ、滝さんの、まあ、宣伝になっちゃう感じになるんですけど、いやそんな気がうち使ってるんで、他のやつはよくわからないんで、別に滝さんが金もらってるわけじゃない、まあもちろん、まあ、いいものはいい、ね、悪いものは悪いっていうのが、あ、何か若い新規収納なんかの人のメッセージになればと思って、言葉に出ちゃうんですけど、まあそういうとこなんで、あとは体調管理はこれ完全に、ね、暑いですね、植える前までにお盆を境にして仕事の段取りなんかももう変わってきますから、畝を上げたり、その今度は定食の方が完全に苗から動いてきますから、はい、そういうところの予定なんかもしっかり立ててもらいたいっていうのが本音があります。病気を出すな、はい、なんか炭素を出さない、はい、まあ、もちろん病気出さないことが一番ですかね、はい、気をつけていきましょうというところで、ではですね、第2回目のマシコモリモリラジオの配信、終わりということになりますので、今回はね、初のゲストの方にも来ていただいて、いつか出てもらいたいっていう、その YouTube 映像ではもう拒否されるのは分かってたんで、この顔出ししないこのラジオっていう一つの YouTube の中のラジオなんですけど、出たい方がね、そうですね、これからもゲストを、そうそう、ラジオは本当に顔出ししないで声だけの出演になりますので、もし、ね、出たいなって方がいらっしゃれば、コメントなんかでも、いただければと思いますので、そうですね、で私たちに会った時に、時間があればラジオも一緒に撮っちゃうっていう、いろんな、パターンが多分できると思うんですよね。30分ぐらいなんで融通聞かしたり、はい、それもラジオに出たい方は何て言うんですか、最初にコメントしてくれる。わかりました。ではですね、時間もですね、もう40分ぐらいもう収録しておりますので、あ、まあ、今回はこれにて終了ということで、また、はい、第2回目の配信はこれで終わりなので、またね、第3回目もよろしくお願いします。第3回目なんですが、はい、8月のですね、次は21日に配信になりますので、ね、はい、また次回の配信もお楽しみください。ではまた来週ということで、よろしくお願いします。待ってるよ。はい、こんにちは、吉村農園の吉村です。いちご定食まで、1ヶ月半になりました。苗の方も順調にすくすく育ってます。あと3ヶ月ぐらいで収穫が開始されます。皆さん待っててください。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、8月13日朝早くから迎え盆、昔からの風習で、お墓の方は掃除が終わってたんですけど、お花を添えたりして、祖先を迎えに家へ連れてくるっていう儀式なんですけど、まあ朝早くから、うちはだいたい8時頃からやっちゃったんですけど、まだ来てないうちが多かったんですけど、やっぱり孫と一緒に行けるっていうのも一つの喜びかなと思って、いい割りっていうのはまたさておいて、風習とか習慣は昔から続いていたのはそれなりの意味がたくさんあると思う。祖先を敬わなくちゃ今生きてる人はこの世にいないっていうことで、宗教もね、いろんなところでいろいろな問題が出てるのは誰も分かってると思うんですけど、本当の宗教の意味っていうのは困ってる人を助けるっていうことで、お金っていうので、その何て言うんですか、死んだ時の先のことをお金で買うっていうのは私はおかしいと思う。これを見てる人なんかの人も、若い方なんかは特に、宗教とか弱ってるのを金銭で売買とか、心が病んでる人をからお金を取ろうとかっていう、その取るっちんじゃなくて、もらうっていうんですか、そういう風な仕組みとか考え方はなしにした方がいいと思います。このようにちょうどね、お盆っていう季節時期や時期なんで、そういうのも考える一つかなと思います。ますます暑いんですけど、お盆は少しお休みなんかして体を休めて、親戚の方なんかとお話しするのもいい機会かなと思います。以上です。化学肥料を今入れ始まったところです。売店の方からちょうど入れてるんですけど、大変かもしれないんです。いずれ買うことがあると思うんですけど、これはね、
企業を一度に混ぜられるような仕組みになってるんですよ。入れて、薄く振るような感じで5っていう感じでやってます。4でやったんですけど、4じゃね、12回目。